地道博物館。地道博物館は山形県鶴岡市にある山形県の登録博物館である。名称は旧庄内藩の藩校、地道館に由来し、同藩校で使用されていた文物や用具に加え、庄内地方民族資料が収蔵、展示されている。運営は公益財団法人、地道博物館。また、近隣の歴史的建造物も敷地内に、 移設保存している。本記事では関連施設である松ヶ丘開墾場についても講述する。博物館のある鶴岡市中心部一帯は、旧省内藩の藩庁が置かれた鶴岡城の域内にあたり、旧藩主家当主、堺忠義が土地建物を所有していた。1950年、昭和25年、堺から土地建物及び文化財等を寄付され、 財団法人、異文会が設立された。その後、1952年、昭和27年に、財団法人、異文会立、地道博物館、1957年、昭和32年に、財団法人、地道博物館と解消、平成24年度から、公益財団法人に移行、公益法人改革を機に、松川家の開墾記念館、農具館も運営。 平成25年度からは、藩校児童館の管理、指定管理を行う。当地は、鶴岡城三の丸跡地であり、かつては、藩主の御用屋敷があった。現在は、御院殿と呼ばれる藩主の隠居所の一部と、堺指定園に加え、広大な敷地を利用して、旧西田川郡役所、旧鶴岡警察署長舎、旧渋谷家住宅が移築され、さらに収蔵庫、 民具の蔵がそれぞれ独立して配置されている。庄内藩校地道館の資料、書院作りの庭園、民具など、重要有形民族文化財8種5350点を、区集造、展示している。五院伝は1863年、文久3年に、庄内藩江戸屋な原及び、下屋の御殿を解体、移築したもので、知事、帰京した九代藩主、 坂井忠史発が隠居所とした。現在は玄関と奥の座敷、寒書堂が残り、寒書堂からは坂井市庭園、口術を望むことができる。指導館の文物や坂井市ゆかりの文化財、庄内座王など、お展示。寒書堂から続く茶室、採用室は、口術する松川丘開墾に当たった、関佐根秀で、河牛とゴースのよう。五院殿の北面に作られた。 月山泉には、国の名称に指定。築定年代は不明。典型的な書院庭園とされる。東梁、高橋健吉と石井武次郎の設計になる木造2階、両翼1階建て、2階屋根上に時計台を有する建造物。1881年、明治14年春高、1972年、昭和47年に、当地へ移築。 国の重要文化財に指定。明治天皇の東北巡行の際に宿舎となった。高橋建吉の設計になる木造を2階、入りもや造りの建造物。1884年、明治17年春行。1957年、昭和32年に、当地へ移築。2009年、平成21年に、国の重要文化財に指定。 平成25年から29年にかけて、解体修復工事が行われていて、将来の公開をして、保存活用をする予定である。鶴岡市、田麦又の多層民家を移築したもので、一十三階、寄せ棟作り家や武器。1822年、文政5年に建てられ、1965年、昭和40年に、当地へ移築。国の重要文化財に指定。 寄せ棟作りの建物に産出を設けるため、妻の部分の屋根を切り上げた独特の形状、を、兜作りをなす。かやぶき屋根の傍中を目的とした日き色織りに火を入れ、煙デイブ作業が毎年1月から3月頃までの期間で行われている、開始日、終了日はその年によって異なる。松が丘開墾場は、明治初期に旧省内藩主多数が参加して開墾した松が丘。 開墾地、明治新政府のキート立国という、植産工業政策に応じる形で、合産6の原生林を売り開いて始められた、開拓地の中心施設で、当時建設された、第三室10棟のうち5棟が現存する。現在の鶴岡市羽黒町松ヶ岡にある。1870年、明治3年、母新戦争後、明治政府による、藩平解体。 実録処分への流れが強まる中、養産業による藩士救済を起とした坂田県県第三次、関佐根秀、菅佐根秀、1830年、天保元年から1903年、明治36年、母親戦争時の省内藩中老の指導の下で、旧藩士およそ3000人が参加して1872年、明治5年から合算三六の開墾が行われた。 1874年、明治7年までに300ヘクタール以上の草園が造成され、旧西田川郡役所や旧鶴岡警察署等の建設に当たったのと同じ高橋賢吉の手により、大規模草園に見合う養産施設として、大海湖十棟が1877年、明治10年までに建設され、松ヶ家海根場となった。海根場の運営は、 支援団体松ヶ丘開根場、農事組合法人松ヶ丘農場は、地区内に約55ヘクタールの農地を所有して、農場業を継続している。1989年、平成元年に国の史跡に指定。1993年、平成5年、明治初期に建築された、第三室十棟のうち棟が現存、うち棟が一般公開されている。 公益財団法人、地道博物館は、松ヶ丘開墾記念館、省内農具館、米作り用具収蔵庫を運営している。2016年、平成28年2月、鶴岡市が、地道博物館と松岡物産及び開拓者の子孫らで組織する支援団体らから老朽化が進み、維持管理が困難な状態にある松ヶ丘開墾場の施設等を解読。 保全する方針を明らかとした。市は買い取りによって、文化庁の日本遺産への認定を前提として、修復整備を進め、地域振興策である、シルクタウンプロジェクトの中核施設として活用して、意へとしている。以下、主要な建築物とその概要、特に故障がある場合は、括弧内に示す。山形県鶴岡市下中心町中の18。 山形県鶴岡市博路町大和松が丘座松が丘29鶴岡 IC から車で約30分、湘内朝日インターチェンジから車で約20分。湘内空港と JR 鶴岡駅との間を約30分で結ぶリムジンバスが出ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。